の太り眉をカットし、イメチェンしたタレントの井上咲楽が5月15日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なバストカットを見せ、ファンを歓喜させている。井上は、シュープレ、オフショットと綴り、週刊プレイボーイのオフショット写真3枚を公開。1枚目のカットでは、抜群の美ボディで仰向けに寝転ぶポーズを披露。推定 E カップのバストが重力に逆らうようにツンと上向きを維持しており、ファンが大興奮している。ネット上では、この子、こんなにスタイル良かったのか、なぜ今までグラビアやらなかったんだよ。もったいない、ついこの前まで眉毛ばかりが目立ってからな。服の下にこんなロケットバストを隠していたなんて、それにしてもなんていう胸してるんだよ。まるで若い時の時は高子みたいだな。太り眉毛がトレードマークだったけど、これからはバストだけでやっていけそうだね。W などと大きな反響を呼んでいる。太り眉をやめて突如美女に大変身し、ファンを驚かせた井上ですが、グラビアを始めたことで実はバストが大きかったことが明らかになりましたね。最近は男性ファンに見られることでますます綺麗になってきており、ボディも引き締まって以前よりもメリハリボディになっています。あの太り眉毛から下の毛も濃い毛なことが想像され、ファンも妄想が止まらないことでしょう。グラビア誌ライター、今や本気グラビアアイドル顔負けの活躍を見せている井上、さらなる過激カットを期待したいものだ。